どうしたどうした。いただきます。いただきます。
では購入品紹介。コネ、うん、でちょっと食べたことはちょっとごつめの厚めのコーネ、家にネギがあるから厚めのコーネなんかあるんじゃ初めて見たね。うん、見て買ってみた。ジビエの味噌煮480円、鹿のスペアリブをじっくり煮込みました。美味しそう、ね、お豆腐と鹿のスペアリブ、うんうん、豚耳の塩焼き380円、ジビエトマトソーススパゲティ、あげようか。これも獅子と鹿が入ってます、はい、おお美味しそう、うん、で新米山賊おむすび、へえ美味しそうなんで、ああすごいね、なんかあのご飯に色がついてるんだね、うんうんうん、おこげがなんかちょっと焼いてあるんかな、うん、だからうん、まず肉詰めフライ390円、美味しそう、美味しそう、うん、美味しそうなよ。抹茶フリアン432円、これと同じ店でカステラも買ったんよ。あ、これか、うん、カステラ410円、2個入り、うん、美味しそうね、うん、180円、でもミニ白菜って書いてそんなに大きくはないんだけど、今高いけんね野菜、サニーレタス100円、これは安いんじゃない、うん、安い、もっとボリュームがあるのもちょっと150円とかであったけど、うん、十分これで。舞茸1700円、これもサイズいろいろあったね、700円から3000円ぐらいまで、うん、美味しそうですね。焼き菓子、これはね あっちゃんの大好きな、なんだっけ、アイスクリーム、縄文アイスか、縄文アイスのお店で作ったシフォンケーキ、この期間限定でかぼちゃのがあるみたい、シフォンケーキ違うよ、あの縄文アイス、あ縄文アイス、キャベツずっしりじゃん、200円、安いよね今時この大きさで200円ってね、ずっしりずっしりよ、うん、レンコンみんなが並んどった280円、なんかねすごい並んどったんよ、うん、なんかこれが2回目の入荷なんじゃけど、うん、なんか他の人がもう問い合わせよって1時間後ぐらいに3回目の入荷がありますとかなんか言っちゃった、うん、美味しいんかな、うん、期待大、はい、次は人参120円、これねスーパーで一昨日ぐらいバラが欲しいなと思ったらちょっとたくさん入ったのしかなかったんよ、でももうちょっとたくさん入っとっても1本あたりはもうちょっと高かった、うん、サーモンピッツマラステンビジオ、なんか美味しそうかなと思って、向井原農園の卵ってスーパーとかにもいっぱい置いてあるよね、あそうなん、うん、だけどこのパッケージのは見たことない、値段もスーパーのより高いんよ、うん、スーパーは300いくらとか、これはもう500円近かったんじゃないかな、うん、これは親子丼かな、じゃーん、あらだき、パパこんなん好きだもんね、うん、大好き、かブリカンパチ、400円、ボリュームあるで、美味しそうなよ、うんうん、今日楽しみ、これは楽しみだね、うん、イリピーナッツか、うん、まあ、ちょっと興味があったけど、うん、カジキクラマ、うん、550円、うん、秋高田さんフラップジャックス、何フラップジャックスって、オートミールとか、へえ美味しそう、これちょっと焼き肉のタレで買ってみた、秋高田さん、へえなんていうもの、青の青に、へえ、メロンパン団子、へえ、このメロンパンを上に乗せて、うん、の生地を上に乗せて、あ白玉団子の上に、白玉ではないと思うんだけど、何団子、団子、うん、団子の上に、秋高田さんジビエスパイスカレー880円、何のジビエかね、鹿とイノシシと両方入ってる、へえ今日の晩御飯にします、楽しみ、
どんな？美味しい。美味しい？うん。